あなた様と共に冒険させていただき、私は成長できました。メイドの仕事はあなた様の悩みをなくすことなのに、かえってあなた様に助けられましたね。空が狭くなったような。ううん、私の視野が広くなったのかな。この先の清泉町に会長の手がかりがあるはずだよ。会長が盗んだものには風元素で目印がついてるから、元素資格でこの辺りを探してみよう。あ、なんだこれ。折れた木の枝に見えるね。風の翼の骨かもしれない。もしや元素の痕跡がないみたい。うん、ただの枝だね。このボロボロの布切れ、風元素の痕跡がある。この模様と編み方からして風の翼が破けたのかも。そんなんで風の翼だってわかるのか。さすが偵察騎士。これが会長のなら、奴の風の翼はもう壊れてるみたいだね。この痕跡、会長か風スライムか。風スライムは飛べるから、これを踏んで飛ぼうとした人がいない限り会長のだろうね。風スライムでそんなことする奴がいるのか。とにかく痕跡がはっきりと残ってるから記録しておこう。元素の痕跡はこの先に続いてる。会長はこの先に逃げたのか。ここで考えてても始まらないし、旅人、痕跡を追ってみよう。お、なんだか騒がしいな。戦いの音だ。まさか会長。早く行こう。Goodness, the Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. What happened? I can't believe it, but the hilly trolls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly trolls? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the hilly troll camps around these parts. It's a small camp not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it.But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Hmm, now, who does that remind me of? Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out in the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny-looking? In what way?He was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went?
I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. On with the chase! Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible.逃がさない。相手を間違えた。脱がしなさい。頼んだわよ。きれいにしませんと死の風格に気をつけます。もう逃げ道はないよ。 これはお仕置き。とはっ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 。ヒルチャールの他にも変な奴らがいるぞ。風の翼の作りを見た感じ、会長の仲間かも。でも、 なんであんなとこにいるんだ? 確かに、あんな下っ端じゃ私たちを止められないのに。 それに文化財も… こんなとこまで来るなんて… 目印の元素が尽きたのかも。 そっか、元素の痕跡を消せないと分かって手下を使って足止めさせたんだ。 痕跡が自然と消えるのを待つつもりなんだよ。 そうはさせない。急ごう。よし、旅人、元素の痕跡をたどってみよう。ここから一本道だから会長はこの先にいるはず。でも、この様子じゃ追いつくには飛ぶしかなさそうだね。おい、 下に敵がたくさんいるぞ。飛んだら攻撃されないか? うん、先に進むには飛びながら敵を倒すしかないかも。そうだ旅人、最後のテストがまだだったよね。おう、でもどうして? じゃあ3つ目のテストはこれにしよう。元のテストもこんなんなのか? 旅人のために作った特別テストだよ。あんたはモンドを救ったヒーローだからね。普通のテストじゃ物足りないでしょ。旅人、どうかな? いい答えだね。じゃあ飛ぼう。旅人、すべての敵を倒してね。会長と飛行免許はこの先だよ。
ができると思ってたよ。あとは会長を捕まえるだけ。しなさい。先は行き止まりみたいだね。あいつどこに隠れてるんだろう。アンマ、あそこだ。やはり来たか。あ、ただの小娘だと。あんたが会長、もう逃げられないよ。逃げなくともお前はここまで来られないだろう。確かに高い。それに遠い。小娘、今から戻って団長でも呼んできたらどうだ。そしたら降参するかもな。セピロス騎士団を挑発してるつもり？今すぐ飛び越えて捕まえてやる。あ、そうだね。目の前にいるのにこのまま飛んでいけたら。けど、会長はどうやって行ったんだ？私が見たところ、そんな装置は見当たらないよ。それに装置を設置できそうな壁もないし。さらばだ、小娘。なあ、あいつ逃げる気だぞ。迷ってる暇なんてないのに。でも飛ぶ以外にここを越える方法なんて。けど、心配しないで。私はモンドの飛行チャンピオンだよ。あの会長にできて私にできないはずがない。おい、偵察騎士、
死にたいなら風の翼なしでモンドの風神像から飛び降りた方がお前らしいぞ。なあ、飛行以外に答えはないってこいつも分かってるみたいだ。旅人、私が間違えて渡した本覚えてる？最初の鳥は飛べなかった。鳥たちが勇気を振り絞ったから飛べた。私の答えを見ていて。うん、あいつに偵察騎士の勇気を見せてやる。おい、バカな真似はやめろ。おとなしく帰れ、小娘。どうして？よく聞いてみてよ。周囲から聞こえてくるささやきを。飛べる、風はそう言ってるよ。よっ、バンバー、落ちる落ちる落ちる。あ、風、雰囲気だ。飛んだ、アンバーが飛んだぞ。怖いもの知らんや。ここに雰囲気がある、気づいてるよりなのか。風は勇気ある人に加護を与えるんだよ。諦めて捕まりなさい。チャンスだ。風と共に去れ。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。いた。会長を捕まえたね。実は空中からしかあの雰囲気が見えない仕掛けだったの。会長が逃げた先はもう行き止まりだった。だから会長がここから脱出するには引き返すほかなかったんだよ。ああ、だからオイラたちを諦めさせようとあんなこと言ってたのか。まあそう簡単に騙されたりしないけどな。旅人の言葉のおかげだよ。これこそ不可能を排除し、最後に残ったものがいかに奇妙であってもそれが真実ってやつだね。とにかく飛行っていうのはね、 7% の技術と 3% の勘、残った 90% が全て勇気なんだ。さっきのアンバーは勇気が 99% だったけどな。なんか私が初めて飛行テストを受けた時みたい。すごく緊張したけど最後は無事免許を取れた。それからのテストはそういった緊張感が全然なかったから、なんだか物足りなかったんだよね。待った、アンバーって飛行免許を持ってるんだろ？それ以外に何のテストを受けたんだ？それはモンド城内って飛べないエリアとか着陸禁止エリアとかが多くて、せっかく手に入れた飛行免許もすぐ取り上げられちゃってたから全部で15回くらい受けたかな。でもいつも一発合格だったよ。やっぱり私の本は最高の指南書だね。旅人、時間があったらジンにちゃんとした飛行指南をしてもらおう。じゃあ会長をモンドに送るから先に戻ってるね。モンドに戻ったら大聖堂に来てね。飛行免許はそこで渡すから。もう行っちゃった。さすが偵察騎士、早いな。こっちもモンドの大聖堂に戻ろう。飛行免許取得の道はなかなか手強いな。おめでとう、これが飛行免許だよ。これからはモンド内を自由に飛べるからね。まあ、あんたの飛行技術は完璧だから予想通りかな。そうだ、次の飛行大会にはあんたもエントリーしておくから。私のスピードについてこれる人がいなくて退屈だったの。
へえ、言ってくれるね。どうやらまだ飛行大会の恐ろしさを知らないみたい。じゃあ私に負けるまで合法的に自由に楽しく飛んでね。飛行規則は守るんだよ。免許停止なんてダメだからね。アンバーに言われても説得力がないよな。病みつきにならない。雨のような矢を。せっ。私はB ウェイから来たコックのシャンリー。最も得意なのは様々な料理を作ることだよ。はあ、あんなにたくさん練習したのにやっぱり緊張しちゃった。私はB ウェイから来たコックのシャンリー。最も得意なのは